こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メールマガタイムです。私はメールマガジンを発行しておりまして、このチャンネルの概要欄にもリンクを2つ貼っております。1つは無料版で、こちらはサンプルのようなものです。もう1つは有料版で、毎週火曜日に発行しております。次は明日ですね。はい。 で、えー、お値段は月額税込み111円とかなりお安くなっております。で、えー、登録初月は無料なので、初月でお気に召さなければ解約が簡単にできます。はい。で、内容はと申しますと、日常生活から人生設計まで様々な 役立つ内容を皆さんに紹介しております。ぜひお気軽にご検討ください。で、この YouTube では過去に発行したメールマガジンの中から一部を抜粋して紹介いたします。今回紹介するのはスポーツドリンクや経口補水液の飲み時に注意というお話です。そうですね。 腎臓をいたわるにはというのが一つのキーポイントになりますこういうものはですね実は腎臓に結構な負担をかけるんですはいペットボトル症候群という名前がついているそうですはい高血糖にペットボトルに入っている清,清涼飲料水をたくさん飲んで起こる高血糖です 症状としては、喉が渇く、脳量が増える、尿量、尿の量が増える、疲れやすい、吐き気などです。スポーツドリンクには 100ml あたり 6g、つまり6%は糖分です。はい。なので、スポーツドリンク、えー ちょっと運動したぐらいで飲むようでは逆効果になります。血糖値が高くなって血管が傷つきやすくもなり腎臓の機能も低下します。はい。スポーツドリンクを飲む必要があるのはすでに脱水になってしまった時だけです。はい。そうですね。はい。それからコーヒーや緑茶では 水分補給にはなりません。利尿作用があるカフェインが含まれているので、水分が排出されてしまい、逆効果です。水分補給には、特別な飲み物ではなく、水を飲みましょう。はい。健康にいい食材というものがたくさんありますが、そういうものは40歳以上の人には負担に なります。例えば牛乳もそうなんです。リンの量が多すぎるんです。動脈硬化を引き起こします。はい。食物性の食品を食べましょう。はい。そうですね。植物性です。動物性ではなく植物性です。例えば豆乳とか。はい。植物性の食品に含まれているリンは 吸収率が低いんです。取りすぎになりません。赤身肉も避けましょう。リンが多いです。リンはとにかく減らしましょう。はい。サプリメントの過剰摂取も NG です。はい。適量であればいいんですが、取りすぎはよくありません。はい。私もサプリメントはいろいろと取っていますが、 取りすぎには注意しています。効果が高くなるだろうと言って、書かれている量以上のものを取ったりは絶対にしておりません。はい。骨を強くするというカルシウムやビタミン D も過剰摂取すると、高カルシウム結晶を引き起こします。はい。そうです。そうですね。 漢方薬もそうです。はい。生成の段階で無機ンというものが使われているからです。腎臓がなくなってしまうと体の中がゴミだらけになります。沈黙の臓器、腎臓をいたわることが長生きの秘訣です。はい。そうですね。体のゴミ、尿素。 窒素。こういうものはタンパク質が分解された後にできるゴミです。あと、クレアチニン。これは筋肉が運動するためのエネルギー源の燃えかすです。そして、よく知られている尿酸。遺伝子の構成成分であるプリン体。重要な栄養素ですね。取りすぎは良くないですけども、プリン体ゼロというのは良くないです。はい。 遺伝子の構成成分であるプリン体が肝臓で分解されてできるゴミ。こういうものをきれいにしてくれるのが腎臓です。自覚症状が出てからでは手遅れです。腎臓も肝臓も沈黙の臓器と言われています。皆さん、気をつけましょう。ということで、えー、実は、 腎臓のお話でした。まあ、皆さんね、腎臓は大事ですよって言ってもね、そうですよねとしか言わないので、はい、あえて、スポーツドリンクや経口補水液の飲み時というふうにお話ししましたが、はい、まあ、これは入り口であって、最終的には腎臓をいたわりましょうということです。はい、ぜひ皆さん、沈黙の臓器、腎臓をいたわってください。 今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。